皆さんおうちラジオです。こんにちは、フランスのマルコです。スイスのナオコです。今回のテーマいきますよ。はい、何、はい、愛される日本。あらいいじゃない。あらいいじゃない。どう愛されてるか。ですね、この7月の3日までに皆さんご存知かもしれませんが、はい、フランスのパリでジャポンエキスポというのが開催されたんですね。ああ、なんかすごい大きいんでしょ、うん、そうなんですよね。で、今年はもうなんか19万人ぐらいって言われてるんですけどもね。すごいね。うん、愛されてるわ。そうそう。だから漫画からなんだろう、ゲームから伝統的なね、お花だとかお茶だとかそんなのもあるし、まあ柔道だとかそういう武道とかもあるしね。いっぱい、とにかくいっぱいなんですけれどもね。でそれはいいんですけれどもね、なんかちょっと引っかかるところもあったりして、最近なんかちょっとちらっと噂は聞いたけどやらなかったのよね。どんな噂ですか？なんか韓国剣道みたいな。それいやー、なんかね、やらなかったのよね。いや一度ね、うん。やらないってことになったみたいなんですけれども、実は隅っこでやってたっていうような情報が入ってきてるんですけれども、もちろん外務省出動したのよね、火消しに。いや外務省も一度なんか抗議というか、言ったらしいんですけれどもね。でも結果的にはなんか隅っこでやってたみたいな感じなんですよね。それはもう主催者とかも振り切ってやったんですか？いやー、なんとも。結構日本人の有志の人がね、ジャポンエキスポって要するに日本のサブカルチャーというか日本の文化を紹介するエクスポジションなのに、うん、なんで他の国がっていうんで、ね、結構抗議がいったと思うんですけれども。そりゃそうでしょ、うん、もう自分たちでなんか外でキムチなんとフェスタでもやった方がいいんじゃない？キムチフェスタ、ははは。なんか聞いたことあるよ。なんかそれをやろうと思ったんだけれども、そのフランスの方にこう却下された。あ、そうなんですか。それは知らなかった。うん、やっぱりその衛生面とかなんかあったっていうのはちらっとこうネットだけどね、見た。ああ、なるほどね。まあだから、まあ、うん、このお隣の国、うん、韓国がまあどうやって関わってきたかっていうのをね、ちょっと、はい、喋ってみたいんですけれどもね。あ、教えて。うん。大体このジャポンエキスポっていうこと自体が、まあ、2000年から始まったんですって。で、まあ、フランス人のね、漫画とか大好きな有志が始めたらしいんですけれども、はい、最初はね、3200人とか言って、でそれが、うん、去年の2010年になると18万2000人とか言っちゃってね。ちょっと膨らみすぎじゃないですか。すごいね。いや、うちの子供も言ってましたよ。本当に、うん、喜んで、なんだっけ、コスプレですか、あんな格好して、はい。それでですね、その2004年ぐらいに、このジャポンエキスポに参加していた韓国の漫画出版社が、なんで韓国が参加なさるの？さあ、私に惹かれてもいいですか。まあとにかく韓国人の漫画家を招聘したらしいんですよ。誰が？いや、その韓国の漫画の出版社が。ジャパンエキスポで？そうそう。韓国のブースを持ったんじゃないですか？うん。で、わからないんだけどよくない。いや、私もわからないんですけれどもね。で、2006年になると、そのフランスの主催者が招いた日本人のこうオフィシャルゲストっていうか漫画家が8人だったんですけれども、はい。それを上回る11人の韓国人漫画家が、その、招聘っていうか、招待されたらしいんですよ。なんで上回っちゃうの？なんで来ちゃうの？いやー、私に惹かれたの分からないですからね。ごめんなさい、分かんない。疑問だらけ。韓国漫画出版社に聞いてもらわないとなんですがね。何それ、乗り込んできたってこと？誰も呼んでないのに来たみたいな。さあ、どうなんでしょう。主催者がね、フランス人ですからね。まあ、それで2010年、まあ、去年の話ですよね。うん、で、そうなると、韓国ドラマとか、K-POP、うん、韓国漫画を宣伝する、うん、韓国政府所管のコンテンツ振興員ブースが設けられたって言うんですよ。だから、韓国政府って国費が入ってるってこと？そう、もう国が出てきてるわけですね。韓国文化を広めるために。なぜかジャポンエキスポで。いや、だから、キムチフェスティバルってもうおやりになって、ね、そこでね、なんで日本のに入ってきちゃうの？いやでも韓国の方にしてもそれなりの努力はしてるみたいで、うん、その今年の5月8日にはパリでコリアンコネクション2011っていうのがやってんじゃん。じゃあそれでよろしいんじゃない、うん、やってたみたいなんですけどね、うん、まあ、入場者が4000人とか言うんですが、どこが発表したの？韓国？どこでしょうね、うん、でもそれにしたって2000年にのジャパンタイムス、ジャパンエクスポの最初は3200人とか言うんだから、それより多いんじゃないですか。それってほらよくあちらの方って水増し好きじゃない負けるなみたいな感じ、でね、そのコリアンコネクションの、まあ、サイトというか、まあ、それも眺めてみたんですよ、はい、そうしたらまあなんか柔道みたいな柔道とか何柔道みたいな合気道とかそれとか忍術とかいうのがあって、ちゃんとローマ字というかアルファベットで忍術って書いたんですけどね。でそこを見るとその、まあ、ちょっと読んでいますけれども、まあ、これは私が訳したのはもともとは英語とかフランス語なんですけどね、はい、その黒い服を着た、まあ、人気の高い忍者は実は4世紀に韓国からっていうか、まあ、朝鮮半島から日本に紹介されたものである韓王朝っていうかコリアンキングダムですねと日本の戦争中スパイと暗殺者を兼ねた新しいタイプの戦士が韓国側に生まれた。でこの時期に多くの、まあ、コリアンが日本の黄河っていうんですか、黄河地方に移住した、うん、でこの黄河ってのは忍術が生まれた土地である、うん、伊賀と黄河っていうもん、ね、そうそう伊賀黄河のね、うん、でこの、まあ、日本に移住した彼らが仏教や儒教同様、うん、占星術とか地理とか、うん、まあ、今日知られる忍術ね、忍者の戦術などの多くの本を日本に紹介したっていうんですよ。すごいでしょ、ね。それって何かの小説を書いたの？小説かなんか自分で妄想で書いたやつ？いや、だってちゃんとそうやって紹介してあるんだもん。国が後ろにいる。うん。いやそれとかうん、なんとかっていう名前の、うん、そのコリアンカラオケだとかさ。何それ？何が違うの？日本のと。いや私にごめん、なんかきつくにあってる、あなた何言ってるのみたいな名前が書いてあって、コリアンカラオケって書いてあるんですけど、うんうん、ごめんなさい、なんかもうあなた何言ってるのみたいな、なんかノリになってるけどごめんなさい。いやゲームなんかのとこでもなんか花札みたいのが写真が出てるし、あの人たち4世紀ってどのような暮らしをされてたの？100年前の写真とか見るとなんかねえ、だいたい韓王朝っていうか韓国時代はまあないっていうのは確かですよね。そうですわよね。百済とか高句麗とかああいう時代ですか、うん、とかあの方たちって言ったらあれなかもしれないですけど、だって100年ぐらいもう写真残ってる写真でさ、あれ文化って、ね、あったのみたいなねえ、あとねイザベラ・バードとかね、有名なあたりとか、うん、なんかねあれうん、それって捏造っていうんじゃない、うん、ちょっとでジャパンエキスポの方ではその剣道っていうか、なんかいやわかんないんですけどね、ハイドングムドっていうんですか、あった、何それ剣道、うん、いやそれを見ると剣道道着みたいのを着て、うん、で日本刀ですかそれを持って、うんうん、なんか中国舞踊のような感じとか飛び回ってるようなというかよくわからないんですけれども、ちょっとさ私もわかんないですよね、見ててちょっともう見てる人ちょっとレポートねえ頼むみたいな、なんか教えてくださいって感じだけど、うん、いやでもこのハイドンっていうのかグムドっていうの、これフランスにはちゃんとそういうクラブもあるんですよ。そう。フランス人ってさ、もうちょっとなんかこう知性 あるようなイメージがあるけどあそうなんだ、うん、だからアングリってなんとも、そうアングリっていうかなんとも言えないんですけれどもね、うん、うん、で例えば、うん、まあ、武道の話の前にちょっとごめんなさい。言っていや、この間街歩いてたら、その、韓国巻き寿司とか、金馬とか言うんですけど。それ、あの方たちが好きなの、金って金曜日の金にさ、歯とか書くの知らない。それ、金馬あるじゃない。何それ。ローマ字というかアルファベットで書いてありましたけれども、金馬っていうので、そこの後ろにカッコして、コリアン巻き寿司って書いてあるんですよ。そういうことなので、そういうお店があって。中何入ってるの？いやー、ただの巻き寿司？それ日本の？うん、まああんな感じですよね。誰か言ってよ、それ日本の巻き寿司だからって。でも、うん。いや、私もこれ、実は YouTube で、あるそういう、あの国のね、いろんななんか捏造というかコピーというかそういうのを紹介したすごくいい動画があって、でそれを見て知ったんですよ、そんなのがあるっていうの。だからその街歩いてて、あ、これがいわゆるみたいな感じで分かったんですけれども、でも知らなかったらパッと見てね、で巻き寿司のお店があって、で韓国のであってね、あ、韓国にもあるのかって。まあ思いかねないよね。なんか思っちゃいそうなんですよね。それでさら、日本人がそう思うんだから、うん、フランス人とか外国人、ヨーロピアンなんか見たらさ、コロッといっちゃうかもね。だって日本人だって全然知識ないと、私だってなかったですけれども、これ、朝鮮半島から日本に来たんだよとかって言われると、あ、そっか、そうなのかなとかって思っちゃいそうじゃないですか。いやさ、そういえば今思い出したんだけれども、その、日本人の友達でね、剣道やってる人たくさんいるけどさ、はい、なんか今度韓国に行くんですよとか言って、剣道しに行くんですよっていうの、で、それでほら、韓国剣道のことは知ってたから、私は剣道っていうふうに聞いてて、ほら、有名な写真あるじゃない。脇差しの写真とか言って、本当に脇に刺してさ、体温計に刺してて、はい、これじゃ抜けないでしょ、あなた、みたいな。これが、証拠じゃ、みたいなしてさ、もう、笑わせるねえって話のさ、そういうの見てたから、ちょっとそれって、けどとか言ったらさ、何ですかそれ、直子さん。いや、だからさって、カクカクしかじかで、まあ、剣道は自分たちが起源だって言ってるのよって言ったのよ。はい。そしたら、って、これはわかるよね。うん。剣道って韓国が起源だったんだーみたいな。ちょっとーとか言って。いや、素直な日本人だからね。違うわよ、何言ってんねんあなたとか言って、もうあなた剣道やってるんだから、そのぐらいは抑えてくださいましなとか言ったんだけど、みたいな。なんかしばらくしてまた腕つかまれて、直子さん、剣道は日本が起源なんですよね、当たり前じゃーみたいな。頼むよっていうさ。でも本当に、言われると、あ、そっかとかってね。やっぱさ、日本人というかさ、まあ、そう一般的に、日本人ってやっぱいい人じゃん。そう。こっちの人に比べたら中華も素直じゃん。疑いを知らない。素直なんですよ。しかも強く言われると、結構そうかもって思うんだよね。思う人いるんだよ。こう、いや、俺優しき日本人たちはさ。でもこっちの人なんかさ、うちの旦那なんか見ても、そのニュースとか見ても、絶対ね、ダイレクトに見てないのよ。なんとなく、嘘言ってんじゃねえのみたいな目で見てるわけよ。そうですよね、もう。でも、やっぱりね、ほら、自分も日本人だけれども、そういう、なんて言うんだろう。やっぱ歴史なんだろうね。そう、だってこれは、あなた日本人はほら、素直になりなさいだとかさ、正直者でありなさいだとか、あなた、そういう国柄ですよ。まあ、美徳、だからそのさ、道徳とか、道徳っていうのは良くないっていうね。だからその精神ってすっごくいいことだと思うのよ。で、それがために、まあ、いろいろ問題もあるんだけれども、これだけ世界がこう近くなっちゃうとね。でもやっぱりこっちってそう、やっぱギスギスしてるところあるでしょ。そういうところがあんまりないパターンが多いじゃない。場所が。だからその武道を通してそういうのを教えたいみたいな、そういうのがこう自分たちのいる社会を良くするんじゃないかと思ってるそういう人に会ったことがあるのよ。うん、でその人はね、そのイタリア人の柔道をやってた人なんだけれども、男の人と喋って。で例えばね、そのイタリア人の子供が来た時に、イタリア人ってその勝つとさ、イエーイみたいな、勝ったぜとか、すげーぜ、スポーツ感覚ですからね。そうそうそう。そしたらその先生がね、そうか勝ったかって、腕立て100回っていう。そうそう子供はポカーンとするわけじゃない。勝ったのになんでって。でまた試合して、勝ってイエーイとかやると、先生は何も言わないで、そうか、腕立て100回っていう。でもさすがにそれを何度も何度もやると子供もさ考えるわけよ、でそれで結構時間がかかったけれども、まあ分かるようになったんだって。その勝ったからといってこうイエイっていうような、だって結局その剣道なんかもそうだけどさ、殺し合いだったわけでしょ。そうそうで人を殺した後にさイエイとか言う人っていないじゃない、普通に考えたら。だからやっぱそういうのってあるでしょ。でも分かんないじゃん、スポーツ化されちゃってると。柔道なんかひどいと思うけどさ、そのスポーツ化っていう意味では、おそらくね、まあそんな知らないけど。で、まあそんな話をしてて。で、その先生がね、その試合に行ったんだよ。行ったんだって。で、その時に、多分大きな試合だったと思うんだけど、その日本人のチームを着てたと。で、先生はその子供たちとかにね、日本人を見習えと、そういう礼であったりとか、そういったのを教えてるんだけれども、教えて試合に出してるのに、日本人側の、そのたまたまだと思うんだけれども、来てる選手っていうか、そのコーチがその選手に、外国人にまあ目に物見せてやれみたいな感じのこう礼とかがないような振る舞いだったらしいわけよ。勝てばいいみたいな、柔道で。で、それでもうさすがの先生もびっくりしちゃって、その先生のところに行って、でその日本人のね、そのコーチのところに行って、まあ、自分はこうで自分たちの社会にはそういったものが欠けているから、この武道を通してそういったのを教えようと思って日本人を見習えっていうふうに教えてるのに、こういったことをされたら困るっていうことを言ったっていう話をしてたわけよ。だからなんて言うんだろう、それはそれですごくこう日本の美徳じゃん、やっぱり。そうでもいいとこなんですけどね。でもさ、結局、世界はそれだけじゃ通用しないっていうかさ、本当に黒い部分がね、多いじゃない？こうなんていうんだろう、なんていうんだ、やりと盾をうまくこう、やらなきゃいけない。難しいですね、自己矛盾を変えちゃうからね。この素晴らしさもありつつ、そういった守っていくっていうのかな。おそらくだけど、その剣道、そのエキスポジャパンで、まあ、どういった結果になったか分かんないけど、まあ、韓国剣道うんぬんとかさ、言ってたじゃない、なんていうの、それ全日本剣道連盟みたいなのは言わなかったの、何か。いやー、どうなんでしょう、なんか聞いた話だと、コムド、グムドも全部同じなのかしら、要するに韓国剣道全部認めてんのかな、日本。そうなの？いやー、わからないわからない。まさかよ。だから、なんていうのかな、要するに、まあね、この道っていうの、剣道だけじゃなくて、まあ、柔道とか空手道だとか合気道だとか、全部こう、道じゃないですか。で、道っていうのは、その、まあ、神道に続くというかね、礼儀作法というか、なんというか、そういう自己鍛錬のこう一つの手段みたいな感じだから、スポーツとはちょっと違うじゃないですか、ちょっとね、また違うよね、で、まあ、日本ではそういう感覚だと思うんですけれども、普通に、で、まあ、ちらっと聞いたところなんですけれども、やっぱり日本国内だとそのレベルも高いしね、それでなんていうの、お免除っていうか、級とか段とか、そういうのをもらうのもやっぱりこうそれなりにね、こうレベルが高くないともらえない、まあそうかもね。だけど、その同じ日本の剣道なんですけれど、それが韓国でそのお免除がもらえるんですってらしいんですよ。そう、エキスポジャパンとは別で、日本の剣道として。そう。だからエキスポジャパンでやってたそのハイトングムドとかっていうやつ、あれは韓国剣道でもって、うん、でそれとは別に日本の剣道もやってる、まあ、人もいますよね。まあ、韓国でその日本よりも簡単にお免除とかもらえちゃうんですって。でそうすると他の国の人とかやっぱりほら例えばなんていうのなんかみんなで並ぶときとかね、うん、講談社の方がまあ先に並ぶとか段によってとかあるじゃないですか。まあそりゃそうだよね、日本のあれは。うん、そうすると8段の人だったら、うん、やっぱ韓国で8段を取ってもそのレベル的には日本の8段の人には全然及ばないんだけれども、でもそうやって順番で並ぶとこう同じ日本の8段の人と同じところに立てるじゃないですか。だからそうするとついついというかなんというか、まあね、韓国行っちゃってじゃあ取っちゃえっていうふうに取りやすい方に、ね、なった方がいろいろいいでしょ。というのかな。で難しいね。難しいんですよ。それで柔道はほらオリンピックに出るようになっちゃってで今スポーツ柔道とか言われてますけれども、剣道なんかもこのオリンピックなんかに参加しないでこのまま日本の剣道を守りたいっていう人たちと、でも剣道もやっぱり世界に広めていかないと、まあね、先細っていくからそのオリンピックに参加しようっていう、まあ、2つの意見がこうぶっついてるっていうかあるらしいんですけれども、さっき銅について説明したけれども、外国人がこの日本のこう同性心みたいの、はい、これを理解するっていうのは結構ね難しいと思うんですよ。 できる人いるけれどもその本当に一流というかなんか努力をしてるのはねやっぱり、ね、見えるんだよ、分かろうとしているのは見えるし、で日本には日本人でさ言わない文化じゃない、こう見取り稽古って言葉もあったりとかさ、例えば見て取る、でも、外人って言っちゃうよな、こっちの人見てるとさ、言葉できっちり説明してくれないとさ、そう分からんぜみたいなの、あるじゃない。そうだから私の知り合いのフランス人で、まあ、昔空手やってたって言うんですけどね、はい、日本の先生についてとか、まあ、日本の先生が来てやってたのかな、それでその彼はねその言葉で説明してくれなきゃわからないって言うんですよ。で先生は説明してくれなくて、でたまたままあ一緒に習ってた日本人の人が、まあ、なんかその人は親切でね説明してくれたから、まあ、なんとか分かったんだけれどもとかって言ってて、で結局やめちゃったらしいんですけれども、はい、でこう見ててね両方の気持ちが見えるわで、日本人の先生としてはほら、まあ、日本ね型から入るっていうかもう見よう見まねというかね、こう言葉じゃないじゃない、言葉を超えたものっていうのもあるでしょ。で言葉で説明しきれないものっていうの確かに、でもうただもう黙ってこうね同じことを繰り返せみたいな感じなんだろうと思うけど、でもフランス人の彼にしてはちゃんときっちり言葉で説明されて納得しないとできないって言うんですよ。わかる。だからもう日本人とフランス人の違いっていう感じなんですけれどもね。いや私思ったんだけどさ、その日本人のそういうとこってすごいいいと思うんだけれども、実際そのもう日本の中だけじゃなくて外に出てってるでしょ。柔道でも剣道でもさ、そういう日本の文化ってものが、でもそのなんていうのこうすっごく繊細な部分っていうのまで理解っていうのはものすごいこう難しいじゃない。でも先生たち一生懸命やっぱ言葉でやるっていう訓練じゃないけどそういうのもないじゃない私たちにしたら。で向こうからしたら逆なんだよね、言葉で説明されてなんぼっていうのがあるから、ね、だからさ例えばそこに文化的隙間っていうか溝っていうかさ、こううまくこう交わない部分って出てくると思うんで、向こうは分かりたいと思ってるんだけど分からないっていうか分かることができないじゃない。こっちは伝えたいと思ってるけど伝わんないじゃない、でそういった時にやはりこう教える側も学ぶ側もある程度理解していかないと、その文化的な溝とか隙間にさっき言ったなんだっけ韓国のなんか若いわけだからこうなんかやってんでしょ、フランスでやってたりする。で彼らってさやっぱ見てると、私もネットとかで剣道とか見てるけど分かりやすいんだよ、分かりやすいっていうか見た目が派手なのかな、それもあると思うし、なんていうんだろう、日本剣道の試合、まあ、見れるけどね YouTube とかでね、礼とかそうじゃなくてスポーツなんだよ。ああ、なるほどね。私が見たのやつはね、全部は見てないか分かんないけども、私が見たスポーツなんだよ。うん、だからなんと勝ちゃいいわけよ。うんうん、だから力っていうかパワーをすっごい感じるし、うん、でもそのもう剣道なりで八段とかの先生になってるとそうじゃないじゃん。もう木と木のぶつかり合いみたいなのを、うん、そうですよね。うん、ギエーってこっちはさ、息を飲みながら見るわけでしょ、うん、そして一瞬のこの決まりとかでさ、ヒエーとか言って、うん、すごい技じゃんみたいな話じゃん。でもそういうのをさ、気がぶつかってるとかさ、うん、やっぱそういうのってもう見えないし言葉でも言えないじゃない、うん、でもそういった時に韓国、例えばね、その韓国の人たちがそういうのやって、いやこれはこうで右行って左行ってってかさ、そう分かりやすくやられたら、うん、やっぱり多く その外国人とか分かりやすいように流れていくのが高い。ね、うん、そういうこう文化的な溝っていうかどうしようもないところをが好きになっちゃうんだよね。そうなんだよね。だからその友達は囲碁もやってるんですけれどもね。すごい、うんうん、それでその彼が最近韓国人に会ったとかして、うんとかって思ってるんですけれども、その人はなんていうの、子供たちとか、まあ、初心者に教える囲碁をね、簡単に説明するなんかメソッドかなんかを発明したとかなんとか知らないけれども、こう持ってるんですって。だから自分はすごく興味があるから、その彼について学ぶんだなんて言ってたんですけれども、うん、そこは入ってきてるよ。うんうん、好きにね。だから日本人のそういうね、いろんな柔道とか剣道とかやってる先生方にもう申し上げたいんですけれどもって感じなんですけども、なんていうの、こう言葉では説明しきれないっていうことを言葉で説明してほしいんですよ。わかっ、あ、わかる、言ってること、うんうん、日本人はこういう時には喋らないで黙っているんだっていうことを言葉で説明してもらいたいんですよ。すごい矛盾してるみたいなんだけど。うん、わかる、わかる、わかる。で、その、なんていうんだろう、じゃあきっと彼らはね、きっとじゃあどうやったら僕たちは分かれるようになるんだって、もう僕たちはこうフランス人であり、イタリア人であり、なんとか人であり、ヨーロピアンだからさ、みたいになった時に、うん、それはやっぱりこう練習をしていくうちに少しずつ分かってもらうしかないみたいなことでしょ、要は。うん、日本的、まあ分かるのかどうか分かんないけどね。そうそう。これだって長い道のりですからね。あの人たち早いの好きだからね。そう。だから日本人だってそんな道を極められるかって、ね、そういう問題なのに、どうしてもこう、ね、手っ取り早い方に流れるっていうのがあって、でそこにこのなんか韓国のようわからないけれども、なんかユドとかテコンドーっていうのもこれもともと空手でしょ？そうでしょうね。完全にテコンドーとかなってるけど、合気道は何ですか？ハプ気道とかいうの？そう。とかやっぱさ、そういった文化的なさ、そのこう交わりにくいって言って、なんか日本語がいいんだけど、そういうさ、うん、ところにこうバスンと入ってくるんだよ彼らは。そう、入りやすいっていうか、こうアプローチしやすい形で、彼らが分かりやすい形で。そうなのよね。こういうのやっちゃうと、やっぱりそう、あ、こっちの方がなんかいいなっていう風に感覚的に思っちゃうんだろうね。うんうん、そうそう、コリアンコネクションの見てましたら、韓国茶道なんてのもありましたよ。お茶なんじゃそれ、どういうことよ。なんか昔韓国の紀王朝ですか、昔のなんかこういう量販っていうの、ああいうなんか帽子みたいなかぶったやつ、あんな格好してお茶やってるの。辛すぎるもん。そうでしょ。もうだからやっぱりさ、でもその日本、そういったさっき言ったみたいな隙間っていうか隙があるプラスさ、日本人ってさ、言わないじゃない。うん、だからそれは格好悪いとかさ、うん、そんな人はほっとけばいいんだよと。うん、それは日本国内でそのもういいよって感じ、まあ、分かりましたって感じだけど、気持ちはすごく分かるけど、それは国際社会でやったら、それは持ってかれるってことでしょ。そうそうそう、あなたはじゃあいいんですねって持ってっちゃうぜとかいうことでしょ。略奪されていくよね、文化でも。そうなのよね。してかるってかさ、してくださいと言ってるように、あの人たちは見える、黙ってるっていうことはね。だからさっき YouTube の話をしたんですけれども、はいはい、その YouTube にその、剣道だったかな、そういう歴史だとか、すごくね、質のいいっていうか、そういう動画をね、上げてる、まあ、方がいらっしゃるんですけれども、嬉しいですね。その人は英語とかあとフランス語でもやってるし、素晴らしい。でそしたらね、ある日突然消されちゃってて、でそのチャンネル自体がこう削除されちゃってるんですよ。それってさ、どうやったらどうなの？で、まあ、ちょっと調べたところによると、まあ、それがどこまで本当か分かりませんけれどもね、だからほら YouTube 自体はもうすっごい量の動画じゃないですか。今ね、だからそんな一つ一つチェックできるってこともないんだろうから、多分あそこのなんていうの、不適切な動画として報告とかいうのがあるじゃないですか。あるね。そういうクリックするところ。だからああいうのが大量にクリックされると、まあ自動的にっていうかね、YouTube の上に行くでしょ、報告が。でそれでまあなんていうの、あんまり調べもせずに。こう削除しちゃうっていうのかな。っていうと数ってこと？じゃあそれだ、そんなことしちゃったらさ、まあ組織的に動かしたりとかね。そうそう、だからまあ一人でもまあ大量のアカウントを持って、それでやればまあね、複数がやってるようにも見えるんだけれども、でそれで言うと韓国にバンクっていうんですか、ボランタリーエージェンシーネットワークオブコリアっていうのがあるんですよ。ね、それも国がいるの後ろに。これはいや本人たちはね、民間外交使節団と称してるらしいんですけれども、韓国の正しい姿を世界中に広めるために、いいじゃない、広めて。インターネット等を使いして韓国に関する情報宣伝工作活動を行うことを目的とする。大韓民国の民間組織って言うんですよ。でまあね、一方ではまあ、いわゆるサイバーテロリスト団体って考えてる人も多いみたいなんですけれども、でもこれ今ではね、国家予算がついてるんですよ、韓国の。国でやってるんですよ、国が後ろについて。すごいよね。で大体ね、その中身っていうのは高校生とか中学生ぐらいの、だいたい1万人ぐらいいるって言うんですけれども。お金払われてるってこと？いやー、どうなんだろう。クラブ感覚でか、それぞれの学校にクラブ感覚であるのかな。学校にあんの？発としてあるの？いや、わかりませんけれども、まだ。際出してくれてるとか。人数的には1万人以上いるっていう。だからそういう人たちが、なんか上から指令が来ると、集中してやるわけ？クリックとか。なんかねって感じなんですけれども。いやさ、なんて言うんだろう、今さ、日本だと、まあ、すごく韓国の方とかもすごい増えてるしさ、もともと在日の人たちもいるけれどもさ、なんていうの、やっぱこう、わかんないじゃない？こう、なんていうんだ、そんなにすっごく韓国の人がいいとか悪いとかって感覚を持ってる人って少ないと思うの。今すっごいこれいろいろやってるけど、わかんない人多いと思うのよ。だからドラマが好きだったら好きになっちゃったりとかさ、そうなんですよ。そういうのあると思う。で、私もこっち来てね、実際に韓国人の人と話をしたりする機会もあって、そういうことをやっぱり出してこないって普通に話ができる、あったら話をするぐらいの程度だけどね。そういう人もいて、だから嫌な気持ちはしないよ。そんな、普通に話すこと。でもね、一度、私、ある安宿に泊まったことがあるのね。で、そこはすっごい安い宿だから、食べるところが一つしかないわけよ。で、一つしかテーブルがなくって、一つしか食べるところがなくて、もうそこでしか食べることができないのね。で、ある時、私が食べ物を持って行ったら、もう本当に屈強な、コリアンの人たちが、男の人が、5、6人座ってたのよ。そりゃ怖いじゃないですか。怖いとか、もう、ちっちゃな、怖いっていうかね、もう本当に屈強なんだよ。多分あちらさん兵役あるからさ、そういったのも終わったばかなのかわかんないけど、もうすごい屈強なんだよ。軍人みたいな感じ、屈強なのよ。それはコリアンとか関係なく怖いと思う。怖いでしょ。それが、みんな食べてたんだよ。でもうそこしかないじゃない。私ももうそこに来てるわけじゃない、席は空いてるんだよ。したらね、彼ら食べてる手を止めて、私をじっと見てるのよ。私はどうしようかなと思って、その時はもうすでに国を挙げて反日教育をしてるっていうことは知ってはいたけれども、実際自分の知ってるこれやんっていうのはその話をする程度には嫌な思いはしないし、そんないい感じの人だったりしたからさ。でもそのもうきっと見てるんだよ。キーとか思ってでもどうしようかなってうーんとか思ってさ、しょうがないから、もう意を決してさ、ドーンと座ってさ、ガツガツ食べ始めたんよ。そしたらその中でもその一番こう屈強な、コレアンの男の人が何も言わないで、まだ食べてんだよ、みんな食べて途中なのに何も言わないで、他の人に目配せして、したらね、ざっと全員立ち上がったんだよね。ざっと全員立ち上がって外に出てったんだよ。でその時に真冬だったから、氷点下5度とか6度だったと思うのよ。氷点下5度とか6度の中で食べてたからね。すごいですね、筋金入りですね。私見た時に私は暖かいところでさ、もう昼間そんなんつって食べたけど、でもやっぱりそれをね見た時に、あ、これかって思ったんだよね。知識としてと体験というのが一致してなかったんだけれども、これかって思ったんだよね。確かに一人一人見るといい人もいるよと。喋れる人もいるよと、付き合える人もいるよと。でも国を挙げてそういう反日教育をやっていたりとか、そういった日本の文化をそういったふうにこう、まあ、略奪とも言えると思うんだけど、やってることそうでしょ、そういったことをさ、国を挙げて国のバックアップでやってる国が実際に存在するんだと。だから反日教育を受けた全員が全員日本ってと思っていないと信じたいけれども、私が喋った人はさ、もう子供の頃にカナダとかに移住してた人から、また違うと思うんだけどね。思うんだけれども、思う反面、そういったことを子供の頃からずっと教え続けられたら、もう抜けきれないものになってる人たちも多いんだろうなっていう。そうですよね。洗脳ですからね。だからこう自分のすぐ近くにいる人がコレア人っていうかさ、韓国人というイメージがあっても、個人と国とはやっぱりある程度その国がどんなことをしているかっていうのを見なければいけない。そうですよね。でその時にすごく考えたのね、一人で彼が氷点下の中で食べてる中。知らないよそんなのとか言ったら、どうしちゃっていくのよみたいな。私自身は、まあ、フランス、私も韓国っていうの、要するに特に関心ないわけですよ、はっきり言えば、別にね。で、まあ、あんまりこんなに出てくるから、最近あれなんですけれども、で、まあ、フランスっての話なんですけれどもね、うちエコロジーだから、エコの人だから、ね、環境を考えて、ガスの車を買ったんですよ。なんだあれ。でガス車を韓国製の、それで買ったはいいんだけれども、ほら それまで日本にいてね、車なんか普通に動くもんだと思ってるじゃないですか。そんなメーカーね、マークなんか全然気にしたことなくて、ただ乗ってたんだから。それでこっち来て、で韓国のそのガス車を買って乗り出したら、まあ壊れること。でもう最後はスクラップっていうか、まあこの話をすると長いんですけれどもね、もう動かない車はただのゴミだって感じで、鉄くずになっちゃうよね。鉄くずだって感じでね、もう怒りまくってたわけ。で、もうメイドインコリアは絶対買わないとかっていう感じで。なるよね。みたいな感じでね。それでまあ別の時に電気屋さんに行ってかパソコン買おうと思っててたんですよ。で売り子さんのっていうか若いお兄ちゃんだったんだけれども、ちょっと説明してもらっててね、それで私がそのマークっていうかメーカー見ながらこれ東芝かって、日本のだから買いたいけどでも高いしなとかってブツブツ言ってたら、そのお兄さんが「あ、日本人なのか?」って言うから「そうです」とかって言って、でこう一緒に説明受けながら見てるじゃないですか。でまあコリアの韓国製のなんだかわかんないけど、まああって。あ、これはコリアンかとかって、うん、でじゃあやだなみたいなブスブス私がブスブスしたら、うん、そしたら、うん、日本人だから韓国が嫌いなのかって言うんですよ。で初対面の売り子さんですよ売り子なのにお店でそういう話を突然するかってね、初めて会ってるね。そうだよね。そういう話なんだけど、こっちもとかって思うじゃないですか。で、でも別に私ほら韓国のこと好きでも嫌いでもないっていうか関心なかったから、ただその車のその、うん、あれがね、経験があまりにちょっと強烈だったよね。強烈だったからだから、いや実は韓国の車をね持ったんだけれども、それがひどくって、だからもう韓国製品は買わないんだって、大嫌いだとか私が言ったんですよ、嫌いだって言ったら、そしたら韓国製が嫌いなのか韓国人はもう嫌いなのかとか言うから、いや韓国人は私別に知らないから、嫌いじゃないっていうか、まあ、好きでもないんだけれども知らないとかって言ってて、でじゃあ別に韓国製品は嫌いだけど韓国人は嫌いってわけじゃないんだなとかって言うんですよ。でまあそうかなみたいな感じでね黙って言ってて、でそうしたらそのお金を払うだになってまたその話を蒸し返して、しつこいので言うから、いや私韓国人のことは知らないから好きも嫌いもないってわけだけど、韓国製品にはえらい目にあってるから韓国製は嫌いだとかって言ったら、言うから何回も言うからさ、じゃああなた私に嘘つけって言うんですか、私に韓国製品好きだって言わせたいんですかみたいな、そしたら向こうがこっちの剣幕に立ち寄るか、分かったみたいな感じね、要するに彼が、まあ、イギリスだかになんか留学してた時に、まあ、日本人のお友達が何人かいたらしいんですけれども、みんな、 なんかコリアンが嫌いだったらしいんですよ。あ、日本人がね。日本人がだから私もそうなのかなと思ってとかって言うから、でとか言って、で最後にね、その彼がいや私好きも嫌いもなくて、だから知らないから好きも嫌いも分かんないって感じだったの。そしたら彼が最後に、こんなにはっきり言う日本人には初めてお目にかかったって言うから、とか思って、またそこでじゃあさ、他のその彼が会った日本人たちは嫌いって言うけれども、なぜに嫌いかって問いかけられた時に答えなかったってこと、そういうことなのかしらね。あ、それはもう今日なんかこう話にならないっていうふうになっちゃうよね。向こうからしたら。そうだからちゃんと説明しなくちゃって、でまたこれ別のある人の、まあ聞いた話なんですけれども、まあ、仕事の場で。まあ、いっぱいフランス人だとかいっぱいいる中で、まあ、そこにコリアンの韓国人の人がいたらしいんですけれども、そのみんなの面前で何か言われたらしいんですよ。何を言われたの？まあどうせ日本は韓国に悪いことしたとかそんなようなことじゃないですか全然場所に合ってないこと言うそうで、だから彼女もそんな場所でね、仕事の場所でみんなで会議に対してる場所でそんなこと言われて、でそれにその反論するのも馬鹿らしいから黙ってたって言うんですよ。で周りのフランス人たちもその困ったわねって顔で、みんなこう苦笑いっていうの、かわいそうにねってみたいな、そんな顔してたとかって言うんだけど、ね、でもさ、それってさ、あれでしょ、その日本人の気持ちわかるよそれ、でもさ、フランス人の立場からしたらさ、あなたたちが悪いことをやったのはわかるけれども、でもここは仕事の場だからそれはねっていうことでしょ。そうそう、だからこっちの例えばこの間見てたんですけれども、アルトっていう番組っていうかチャンネルがあるんですけれどもね、これまあフランスとドイツで一緒にやってるみたいなんですが、すごく質のいいドキュメンタリーとかやってるんですよ、だから教養番組みたいな感じで、でそこのところでもうこの5月31日と、まあ、ついこの間の話ですけれども、日本天皇と軍隊みたいので1時間半にわたって、でも渡辺謙一っていう人がやってるみたいなんですけれどもね、まあそれでやってるんですよ、で天皇とかなんか三島由紀夫の話だとか、日本国憲法を作ったアメリカ人の女性が出てきたりとか、なかなか面白かったんですけれども、その中にね、その流れの中でいわゆる従軍慰安婦の韓国人のおばさんたちとかおばあさんたちがわわなんか抗議活動してなるじゃないですか、ああいうのが普通に入ってるわけもうなんていうのかな、もうやったこととして流れてるんですよ。ということはね、普通のフランス人とか、まあ、関心なくて、まあ、特にそれに関心があるとも思わないけれども、でもそういうのを見てたら、なんとなくそんなもんだなっていうふうに受けてるじゃないですか。やっぱ刷り込まれてくよね。そう、刷り込まれてるでしょ、うん、別に特に疑問も持たずっていう感じで。動いたんでしょうね、外務省。まさか、どうなんでしょう。まさか動くわけないな。で、まあ、こっちはそんな感じになってるわけですよ。それで、まあ、自分たちはほら、ね、植民地をやってた人たちですから、こう後ろめたさみたいなのがあるからね、うん、日本もあれでしょみたいな感じで。だから、その、彼女の話でも、その周りにね、いた、まあ、さっき直子さんもおっしゃってたけど、フランス人たちは、日本はそれをやってるでしょっていうことが前提にあって、でもまあこの場ではこの場でそんなこと言われちゃってかわいそうねっていう目で見てるわけじゃないですか。やっぱりね、それはだからこうなんていうんだろう、やっぱその場で何も言いたくない、もう嫌になる気持ちはすごいわかるんだけれども、やはりそのフランスまで行って外国に出てさ働く以上さ、そういったとこまで抑えて言ってほしいよね。なんていうの、なんていうの、あなたね、あなたの言っていることは間違っているけれども、この場にふさわしくない話題だっていうことはね、理解してくださいって。だからここの場では私は反論はしないと、だここでは仕事の話をしましょうと、何かあるんだったら後で私に来いみたいな、そのぐらいは言ってほしいと思わない？だからその1対1だったらまだいいんだけれども、まあね、負けたら別に負けただけの話って言えばそうなんだけれども、でもこの第三者がいるでしょ。でその場でそうやって黙ってるっていうことは、もう第三者に対して私はこの人の言ってることを受け入れましたっていうふうにね、ってのと同じことじゃないですか。そこがそういったさ、その違い、あの人たちというか、まあ、そう外国の人、こう外国ヨーロピアンだとかさ、こう言わない、ノーと言わないってことは、それは肯定をしたってことにさ、取られるんだよね。例えばさ、もう今これだけ日本人って出ていってるわけでしょ。まあ私みたいなさ、ただのお姉ちゃんレベルからさ、もう仕事でこうバリバリやるような人まで出てってるわけじゃない。もうそれが一つ一つ自分なんかは別にっていうふうに思って、一人一人がそういう気持ちでさ、何も言わなくていいやとか、そんなの政府がやるわとかさ、やってたら、そこは積み重なっていくんだよ。そうそう、その積み重ねなんですよね。そうです。やっぱりね、そういうことやっぱ言われたりした人の日本人の話聞くと、第三者がいる前でやるのと、やっぱりその、まあ、韓国もそうだけど、反日やってるのはほら、中国もそうでしょ、あそこも、共通してる、話に共通してるのは、そんな、彼らって、そんなに言葉ができない大官でもやるわけよ。で、その第三者が見たときに受ける印象なんかをさ、見てたり聞いたりすると、聞いたりするとさ、やっぱり何言ってんのかわからないんだけれども、その日本の悪行に対して彼らが怒ってるというのはわかるみたいなさ。わかる？ひどいな。そう、だからもうこう。もう理屈じゃないのよね。理屈じゃないのよ。だからそんな時にこっちもさ、こう言葉ができないっていう、そういう分かるよ気持ちは、でも言葉ができないとかそういうので黙るのだけはやめてくれっていう、もう脳の連発でもいいし、このさ「You are liar」とかそういうのでもさいいわけよ。そうもうだから脳だけでもはっきり言ってくれっていう。でもそのなんていうのか、周りのその第三者には私は言葉があんまりできないから言えないけど、これこの単語でググれ以上みたいなさ、なんかもうやってよ。だから私なんかネットで見たんですけれどもね、日本の幼稚園の話なんですが、その今ほら中国人の人とか日本にいっぱいいるでしょ。でその日本人の子供がその中国人の方はそういうのを一生懸命教えてるんだろうから、中国人の子供にお前のなんだ国は悪いことしたみたいなこと言われたんですって、幼稚園とかで、でそれに対してその親がね、まあ、相談っていうかネットに出したんですけど、どうしたらいいでしょうかみたいなことあって、でそれに対して答えがその黙っていた方がいいだとか、謝った方がいいだとか、そんなようなのがこう並んでて。でそりゃちょっと反論しなきゃダメでしょうっていうので、だからもう日本国内が、なんていうの、海外に出るまでもなく、今もうすでに日本国内が海外化してるわけでしょ。でそういう人たちともう直にこうね、ぶつかるような、日本国内がそういう環境になってるじゃないですか。なってきてるよね。で、そこでもう日本式のこう黙ってるっていうのを、うん、やっちゃうと、もう、あ、もうそれはやめちゃうっていう。なんていうの、やっぱりさ、日本人はさ、日本っていうのはこれだけ、なんていうの、もうガラパゴスなのよ、世界の。うん、ガラパゴスで、もう本当、自分の思って、すごくいい国だと思うし、そのいいとこたくさんあると思うし、真似をしたいって外人もたくさんいるんだけれども、じゃあそれが全部の外国や全ての分野に通用するかっていうと、そうではないという感覚も持たないとさ、うん、もうやられまくり、略奪されまくり、すがれまくりよ、あなた。そうだからこの、うん、あの武道とかね、うん、そういうのにまあ戻って言いますとこう韓国がとかこういうことやってるわけでしょ、うん、でもこのほら、うん、この武道とか華道だとかそういうのって全部そうなんだけれども、私たちのこう2000年以上の歴史の積み重ねなわけじゃないですか、うん、でそれがもう今盗まれようとしているっていうの。そうだから今ね、例えばこれもう明らかに嘘っぽいし嘘じゃん。うん、でもこのまま何も言わないで、もうほっとけって言ったら、じゃあさ、もうでも騙されてるっていうか、それに引き込まれていく外国人もいるわけでしょ。そうで、じゃあさ、あと100年200年っていうもうちょっと先を見たときに、それがどんどん騙されていくもう引き込まれていく人たちの数が増えたときに、うん、じゃあ私、それでそういうことをちゃんと日本人が日本の子供をねの教えて残していかなかったらどうなるのって、じゃあそれが本当になっちゃうんだよ、最終的にっていう。そうなんですよね、うん、だからもう私たちのだけの問題じゃないっていうの、もうそこまで、うん、もうそこまで来てるっていうかね、あれなんですけれどもね、やっぱ彼らの活動の活発さとさ、気合の入りすぎを見るとね、やっぱり考えちゃうよね、うん、太刀打ちできないって感じしますからね。まあ、最後にですね、はいはいはい、そろそろ朗報っていうか、うん、朗報どうなんでしょう、あれなんですけれどもね、うん、チャンネルさくらっていう番組でもって、うん、はい、前衆議院議員さんの中山成明先生が、はい、教育再生から日本を救うみたいな番組やってたんですよ。でそこでね、彼がおっしゃってたんですけれども、この2012年からその学校で武道が義務化されるって、うん、あ、いいじゃん。そう、うん、いいですよね。いいですよ。それで、まあ、剣道とか柔道とかあるんですけれども、うん、でも学校の体育の先生じゃちょっと教えられないっていうのがあるから、ね、その町のその道場の先生とか、だいたい学校っていうのはその外部からの人間が入ってくるのを嫌うらしいので、うん、できたら先生の方から学校にこう声をかけて、で私がやりますからっていう感じで声をかけてもらったらいいなみたいなことをおっしゃってたんですけれどもね。ちょっと成明先生素敵な提案だと思うわよ、うん、いい提案だと思うけど、いやちょっとさ、なんていうの、今ってすっごく反日、もう日本の学校の中で反日教育をする先生っているわけでしょ。教師ですか？もうね、そういう人たちいるじゃない、うん、日の丸反対みたいな人たちもいてさ、うん、そういった学校人たちがさ、たくさんいたりもしてさ、今クムドだかゲドだかわかんないけど、そういうことをやってる人たちもいるわけじゃない。でそういった人たちとさ、そういう学校の中の先生がさつながってるとか似てるような思想の人たちもいるわけでしょ、そっち側に。それは怖いですね。だってやっぱり元はそのほらやっぱり帰化された方とかもいるわけじゃない。うんうん、で慣れちゃうわけでしょ。そういう人も随分入ってき、ね、来た。してるわけでしょ。私もなんかさ、自虐時間みたいなのすんごい教えていただいた先生もいたし、うん、そういった時に学校側が先生を選ぶってことになった時にさ、うん、何かしらの何かを設けないと。だからね、剣道教えながら、これ、剣道の起源は韓国じゃなんて、またやられてもさ、いや、わからないよ、今の状況。そうですね、笑いこっちゃないですね。今の状況やったらさ、そんなことそこまでやんないよって、だっていろんなことでもうやられてんだから、世界中で。そう、もう、やられまくってるって感じですよね。だからもう本当、日本の文化遺産とかユネスコとか何でもいいから、バンバンもう入れろっていう話でさ、もうバンバンやられてるんだから、実際に、そのエキスポジャパンもそうだしさ、そうそう、まあ、うん、ちょっと今すぐこっちに漫画雑誌が何冊かあるんですけど、日本の漫画とかいろいろ紹介してんの、うん、そこにね、韓国の K-POP だとか韓国ドラマだとかさりげなく入ってて、ハングルの文字とかも入ってて、ちょっとさりげなすぎなんじゃない？でとか思うんだけど、でもなんか聞いた話だと、日本自体のあのドラマとかみんな韓流ブームとかっていうから、まあしょうがないのかな、うーんってこうなんかちょっとうーんっていうあれでしょ。だから特派員がその日本のテレビとかを見て今すごいって言うじゃない、韓国。私も日本帰った時すごいって思ったけどさ、あれ見てそれで書くわけでしょ。だってそうなんですよね。うん、そうなんだね。そのさ違う、まあ、もしかしたらそういう裏でね、まあね、お金が動いてるっていうのもあるのかもしれない、わかんないけどさ、そんななくてもさ、普通にそういうのなくても外人が向こうに行ったらね、そうですね、そういうもうやられてんのよ。そういろいろな意味で。そう、まあとにかくじゃあそろそろ時間になりましたので、まあ、ジャパンエキスポからどんどん話が転がってきましたけれども、まあでも素晴らしい執念とあれよね。しかもね、嫌いって言っても愛されてるのかしら、日本。そうなのかもしれませんね。もうここまで愛されちゃうといや重たいですね、愛が。ストーカーって感じだけどもうでもね、ダメなのよこれ、戦わないと。まあね、そういうこと。結論は結局そこに行きますけれどもね。だってしょうがないもんね、離れてくんないんだから。そうそう。これをお聞きの皆さんもちょっと考えてみてくださいませんでしょうか。ということで今日は終わりにさせていただきます。どうもすみません。